野村祐介、野村祐介、野村祐介、1989年6月24日体は、岡山県倉敷市出身のプロ野球選手、当主、右投げ右打ち、広島東洋カーアップ所属、母方の実家のある、福岡県北九州市で出生、広島で同僚となる、安倍智弘は、同じ青年月日、二人はくしくも同じ病院で30分違いで、 出生している。倉敷市立津良島南小学校1年生の時に軟式野球を始め、6年生の時に県大会準優勝。倉敷市立津良島南中学校時代は、地元の公式少年野球チーム、倉敷ビガーズに入り、主に2番手投手として活躍。西日本大会で優勝する。3年時には、地元の競合高校への進学が決まりかけていたが、 その年の9月に、高齢高等学校の練習見学に行き、練習風景や、先輩の選手を見て、高齢進学を決意した。高齢高校へ進学後は1年次から、ベンチ入りした。3年の、第79回選抜高等学校野球大会では1回戦で、唐川祐希を擁する成田高等学校と対戦し、延長戦を制するなどベスト8に進出した。夏の、 第89回全国高等学校野球選手権。大会では1回戦で、第86回、第87回、第88回と夏の甲子園3年連続決勝進出中の、駒大と真駒江高等学校に逆転勝ち。準々決勝では、熊城成人を擁する今治西高等学校。準決勝では、同年の春夏連覇を目指していた、田中健二郎を擁する。 ト葉学園菊川高等学校に勝利。この勝利で、夏の甲子園4年連続決勝進出阻止と、春夏連覇阻止という2つの記録を達成した。決勝の佐賀北高等学校戦では7回まで、飛安打1に抑えながら、8回裏にに飛安打後に、死球で1点を返された後、添島博文に逆転満塁本塁打を打たれ、準優勝に終わった。試合終了後、 グラウンドでは一切涙を流さなかったが、宿舎で行われた、監督の中井哲之,之の会見中に、隣で突然泣き崩れ号泣したという。同大会では、四十六回を投げて、被安打四十三三振四十七四死九九、自責点十三、打者としては主に八番で起用され二十一打数十、安打五打点だった。高校の二学年先輩には、藤川俊介、 1>, 1学年先輩に、吉川光夫、同級生に、羽生昌平、小林誠治、1学年後輩に、中田蓮、植本総志がいた。高校卒業後は、明治大学小学部に進学、公式野球部入部後は1年春から登板。1年秋では34回に、3を投げ辞席点0、失点1。 1964年春の英治両以来44年振りとなるリーグ史上5人目のシーズン防御0.00を達成し最優秀防御率に輝いた。2年春は4勝を挙げるものの第7週の法政大学2回戦で今井両にサヨナラ本塁打を打たれて3位に終わった。3年秋は5勝を挙げ防御率1.30で自身2度目の最優秀防御率に輝いた。 11月22日には、大学日本代表として U-26 の NPB 選抜戦に出場し、1回を無失点に抑えた。4年春には、史上14人目の通算300奪三振を達成。秋には、東京六大学史上7人目の30勝300奪三振を達成。初のベスト内に選出された。2011年の 第42回明治神宮野球大会では、決勝戦の愛知学院大学戦で飛安打4ながら、打者27人で抑え、無支球完封するなど、3試合連続完封勝利の大会新記録で、明大5回目の優勝に貢献し、野球人生で初の日本一になった。東京六大学リーグ戦、通算十五試合に登板し三十勝十二敗、五十八奪三振。 防御率1.92、菅野智之、東海大、藤岡隆、弘東洋大と共に、大学ビッグ3と呼ばれ注目れる。10月27日に行われた、プロ野球ドラフト会議では広島東洋カープから一巡目、指名を受け、学生野球の全日程が終了した11月29日に、球団と初交渉を行い、契約金1億円。 年俸1500万円で契約。背番号は19。は、開幕から一軍の先発ローテーションの一角を担うと、4月8日の対横浜 DNA ベイスターズ戦、横浜スタジアムでプロ初勝利。4月29日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、8回を被安打1と高等した末に、本拠地、松田スタジアムでの初勝利を挙げた。 前半戦で7勝、3敗を挙げるほどの好調を受けて、オールスターゲームにも、新人ながら、セントラルリーグ、セリーグの監督推薦選手として初出場。第2戦、7月21日、松山坊ちゃんスタジアム6回表から救援で、登板すると、3回無失点という高騰で、関東賞に選ばれた。一軍公式戦通算では、9勝11敗と、負け越したものの、 防御率1.98を記録。セリーグの一軍公式戦で最終規定投球回に到達した末に防御率1点台を記録た新人投手は1966年の堀内、常世以来46年ぶり5人目であった。シーズンの終了後にはパリーグの増田直也と共に平成生まれの選手では初めて新人王に選ばれている。は 公式戦の開幕から連敗すると、4月17日に、右肩関節唇損傷でプロ入り後初めて、出場選手登録を抹消。抹消後に投球フォームの修正を経て一軍へ、復帰すると、5月17日の対オリックスバファローズ、呉市二校野球場戦で、一軍公式戦自身初の関東勝利を挙げた。先発投手として登板した9月12日の対、ヤクルト戦。 神宮では3回表の打席でプロ初本塁打を記録すると投げても6回4失点ながら自身初のシーズン10勝を達成。一軍公式戦全体では23試合の登板で前年に続いてセリーグの最終規定投球回に到達。12勝に関東勝利6敗、防御率3.74という成績を残した。シーズン終了後の月には 日本代表の一員として台湾で開かれた2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北に出場した。は4月に参照をマーク。しかし、防御率が6点台に達するほど、投球内容が不安定で、5月に出場選手登録を抹消された。再登録後の6月18日に対東北楽天ゴールデンイーグルス戦。 松田で一軍校戦をおよそ2ヶ月振りの勝利を挙げると、8月まで月間防御率に天台を記録していた。しかし、9月24日の対ヤクルト戦、神宮で4回を投げて6失点を喫すると、再び登録を抹消。チームは、レギュラーシーズン3位で、クライマックスシリーズに進出したものの、野村自身は、シーズンの最終規定投球回を満たせず、 同シリーズでの登板機会もなかった。は、シーズン初の一軍公式戦登板から5試合目までに3勝をマーク。その後は、5月28日の対、千葉ロッテマリーンズ戦でプロ入り後自己アーストの10、失点、8次席点を起死したり、防御率が5点前後を記録したりするなど不振に陥った。7月には、5日の対ヤクルト戦で、約2ヶ月ぶりの勝利を挙げたものの、 21日の対、中日ドラゴンズ戦、いずれも、松田で3回表途中までに5出、2次席点を期したことを機に出場選手登録を、抹消。当初は無期限の2軍調整とされていたが、後に1軍へ復帰すると、レギュラーシーズン最終登板であった9月29日の対ヤクルト戦、神宮で、よそ3ヶ月ぶりの勝利を手にした。 一軍公式戦全体の成績は5勝8敗で、当番試合数15、東球会87回1、3ともプロ入り後最小、防御率4.64や勝率385はプロ入り後最も悪かった。は、ロサンゼルスドジャースへ移籍した前田健太に代わる右のエースとして公式戦の開幕から好調を維持。 4月28日の対ヤクルト戦、神宮で1軍公式戦初の完封勝利を挙げると、5月25日の対巨人戦から7月22日の対阪神戦、いずれも松田まで8試合の先発登板で8連勝を記録した。この間には、6月にセリーグ投手部門の月間 MVP へ初めて選ばれたほか、7月5日の対中日戦、 富山アルペンスタジアムでこの年のセパ両リ,リーグ最速の10勝目に到達。オールスターゲームにセリーグの監督推薦選手として4年振りの出場を果たすとセリーグ最多勝利のタイトルをチームメイトのクリス・ジョンソンと争いながらチームの25年ぶりリーグ優勝に大きく貢献した。9月2日の対ヤクルト戦、神宮で自己最多のシーズン13勝目を挙げると レギュラーシーズンの最終当番であった9月24日の同カード、松田でリーグ単独トップの16勝目と勝率、842、16勝3敗を記録。投球回は少ないながらも、打線の援護と強力な中継陣に助けられ、セリーグの最多勝利と最高勝率のタイトルを獲得し、セリーグベスト9にも選ばれた。横浜 DNA との クライマックスシリーズファイナルステージでは2回戦に先発し、6回を3安打無失点の高頭で、同シリーズ初勝利を記録した。北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでは、第2戦に先発し6回を2安打1失点、自責点0の内容で日本シリーズ初勝利を記録。その後、広島の2勝3敗で迎えた第6戦でも、先発したが4回4失点。 自責点1で降板。勝敗はつかなかったが、その後チームは、敗れたため日本一を逃した。10月18日には、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ、代表強化試合の日本代表に選出された。12月16日に契約公開を行い、年俸1億円に到達した。は2月8日にワールドベースボールクラシック。 日本代表において大会中に入れ替えが可能となる指名投手枠に入った。4月4日の対中日戦、名古屋ドームで先発し、シーズン初勝利を挙げ、通算50勝に到達。プロ入り110試合目での達成は、前田健太の122試合目を上回り、球団最速記録となった。5月23日の対ヤクルト戦、松田で、 腰の違和感を訴え3回で緊急降板し、翌日に出場選手登録を抹消されたが、6月3日に復帰を果たして以降はローテーションを守り続け、チームトップの投球回、155回1、3、リーグ3位の防御率2.78を記録するなど、チームの37年ぶりのリーグ連覇に貢献した。しかし前年とは、対照的に勝ち星が伸びず、急勝に終わった。 またクライマックスシリーズファイナルステージでは2試合に先発するも、計で8回を投げ7失点を喫し、両試合で負け投手になるなど制裁を欠き、日本シリーズ進出を逃す一員となった。スリークォーターから平均球速約時速 139km、最速時速 149km、プロ入り後の最速は時速 147km のストレートと、 カットボールに近い高速スライダーを武器にし、他にもチェンジアップ、カーブを投げ分ける。また、2014年のシーズンに向けて、大竹博から教わったシュート系の球種にも取り組んでいる。2015年からは、クリス・ジョンソンのパワーカーブの習得も目指している。下半身主体のフォームで請球が良く、アマチュア時代には、洞察力、 観察力、何と言っても対応力が素晴らしいのでしょう。プロで10年もやってるような、うまさがあるとプロのスカウトからされていた。周囲からは、マイペースと言われるが、負けず嫌いで勝負では何でも負けたくないという。両親は、幼い頃からとても変わっている子供で、自分が決めたことは貫き、人に流されない子でしたと言っている。ピッチャーとしては、精神面と切れ、 コントロールを大事にしているといい、沢村拓一からウエイトトレーニングを進められたことがあるが、自分はしなりで投げるタイプなので筋肉を硬くしたら終わりとの理由でウエイトトレーニングは一切やらないという。趣味は映画鑑賞と風呂。登板日の前日は1時間近く量の大浴場に浸かり、プライベートで温泉旅行も楽しんでいるという。 元々左利きであったが、2歳の時に祖父に初めて買ってもらったグローブが、右利き用で右投げで野球を教えてくれたため、うとう右打ちになった。箸は左手で持ち、字は右手で書く。俳優の吉村拓也とは親友であり、高校の同級生でもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。